村勇輝、このアウダとのピックアンドロールからシュートは落ちました。ただもう一度取ってアウダが決めます。ピックアンドロールというのが、まあ、この河村選手加入後この2人のプレー目立ちますよね。そうですね、河村がスティール、そしておしゃれなパスからアウダのバック。河村とアウダがまた見せました。この2人が出てきてすぐでしたね。そうですね、広島はここで田中誠也選手と改めてですが、こちらのスティールです。さらにこのパスいかがですか。カーターのスクリーンからまたビハインドザバックパス、1人かわしてシュートを打ちました。さあここもまた自分の背中の後ろ通してきました。そうですね、キックアウトでやっぱりノーマークっていうわけにはいかないですよね。河村がいいパスを見せました。そして河村が高い位置から当たる、ファウルがありました。河村が吠えました。もう一度見ましょう。ひろとさんからご覧になってはないんですよね。そうですね、コースに入った上で少し接触があったという形でした。またここ3ファウル、河村が狙いに行った、取った、レイアップ。いやー、改めていかがですか。いや見事ですよね、はい、もうさあオフィシャルタイムアウト明けの横浜の攻撃、河村が抜いていった、ペイントまで入っていってバスケットカウント。第4クォーター、河村劇場が開幕しています。ここで抜いてから一瞬でした。いや今のベテランとは、まあ、思えないと言いますか、本当に見事な活躍を見せています。そしてまた河村からアウダ、ここは外れる、しかしカートはつなぐ、あったらしかし 54.5% ですからね。あ、またターバーですね、河村が奪った。そして速いボールプッシュ、ノールック、チェンバース、さあ北はポジション差、さあ残り6秒だ、河村が持つ、もうここ3、ね、同点なるか、ならなかった。しかも河村の3は外れて広島が逃げ切り。